6日中古車販売大手ビッグモーターの保険金不正請求問題に言及した。ビッグモーターでは板金塗装を言っていた一部店舗で靴下にゴルフボールを入れ車体を叩くなどして傷をつけ、不正に保険金の水増し請求を言っていたことが発覚。25日に開いた記者会見で兼重宏行社長は不正行為について知らなかった、ケッヘ人は関与していないと即答した。水増し請求を行った社員に対しては簿記を荒げて、これは犯罪ですから罪を償ってもらわないとと刑事告訴を匂わせて当事者意識の低さを露呈。これにラサールは26日ツイッター改め X を更新。両作品とも企業の闇を正すようなストーリー。6日中古車販売大手ビッグモーターの保険金不正請求問題に言及した。ビッグモーターでは板金